はい、ワドツです。2017年の11月の4日、11時17分です。よろしくお願いします。いやー、終わり際エンディングにすごくいい話だったな。終わり際すげえ良かったね。そうね、俺はその科学を否定するわけじゃないの。科学は科学でここまで人類が発展してきたっていう。ただ、科学っていうのは俺の中では答え合わせの終わったものなんだよ。答え合わせが終わったもの。で、その武器の一つではあるけど万能ではないっていう。そう。だから科学を妄信するっていうのもまた一つの宗教だと思ってるから、そこに対してはね、慎重な姿勢を取らないといけないし、今持ってる知識は100年後非常識だったりすることも多々あるから、そんなにその科学を妄信しなくていいんじゃないっていう。バレリーニはどっち、秋葉原行ったの結局この前。そう、いや、俺は不老不死もタイムマシンもないと思ってるから。あのね、死ぬっていうこととね、循環するっていうことはね、実は救いなんだよ。要は生まれ変わるっていうことの怖さを分かってない。死なないっていうことの怖さを分かってない。なんかいいアイテム手に入った。想像力の欠如なんだよ。永遠に生きたいっていうのは。死は実はね、人類にとって最高の救いでもある。それはブッダも言ってるんだよ。うん、だから死ぬと涅槃に入るんだよ。死なない人生って怖いぞ。ずっと老いない人生も辛いぞ。ワードツアーや。そう、老いが来ないっていう。俺らの人生は一瞬の花火みたいなもんなんだよ、本当に。そう、だから綺麗に見えたりするんだ。科学で証明されてましたっていうのを信じてしまうっていう、そう、自分のもっと体感をね、大事にしてほしい。3万円するアイテム半額買えた。よかった、よかった。そう、始まりと終わりが救いなんだよ。永遠に続くものっていうのは、どれだけ地獄か、どれだけ退屈か。そう。俺らは、その、壮大な暇つぶしをしてるんだよ。そう。壮大な暇つぶしをしてるのね。ねえ、死にたいっていうのももったいないんだよな。その君の命がどれくらいの確率で生まれてきたのか、どれくらいの確率で俺と出会ってるのか。そう、確率は嘘をつかないから、とんでもない確率で出会ってんだよ俺らは。奇跡なんだよ、生まれてきただけで。トトお帰り。ものすごい奇跡の中で俺らは生きてるんだよ、今この瞬間を。で、何のために生きてきたのか理由なんてない。一つもない。意味もない。ただ面白いことに意味は作れるんだよ。そう。ただ感じるまま踊ればいいし、笑えばいいし、描けばいい。歌えばいい。笑えばいい。もっと自由なんだよ。そう。天文学的、もう本当にすごい確率の。そして、もう俺は答え言っちゃうけど、この枠で。とんでもないことを言うけど。実は人生は思い通りなんだよ。なりたいものになれるんだよ。これはね、わかるやつにだけわかるんだよ。自分の人生っていうのは思いのままになるんだ。そう、これはもう、オカルトだとか宗教だとか言われちゃうけど。そのパワーを信じてほしいんだよ。何にでもなれる。人間っていうのは。飛べるんだよ。俺らは飛べるんだよ。でも飛べないっていうことを信じたら飛べないんだよ。そう。俺らは実は飛べるんだ。そのパワーをもっと使ってほしい。そう。人にはすごいパワーがある。これはね、人間として生まれてきたことっていうのはものすごいことなんだっていうことにいつか気づくんだよ。俺は飛べないっていうことを信じたら飛べない。何にでもなれる。
何にもなれないものになるのか、何かになるのか選べるんだぜ。本当に。もったいねえよ。俺は自信を持って言えるよ。そう。ダメなことも具現化するんだよ。すべて。考えてることは全部具現化する。本気で信じて本気で行動できるかなんだよ。ルシさんいらっしゃい。袋好きだね。袋になんかあんの？よく袋いるよね。風船ありがとう。思い込みなんだよ、思い込み。そう、真鍋ではさ、思い込みなの。思い込みはフィルターをかけるの。そう。もしかしたら想像を超えるかもしれないんだよ。うん。そう。腕がないからダメだ。君には腕があるじゃないか。今の義手の技術を見てごらんよ。腕が欲しいと願った人たちの集大成だよ。腕が欲しいと思わなかったら、あのかっこいいさ、クールで最高なテクノロジーは手に入らなかったんだよ。でしょ？何にだってなれる。むしろ人間の能力を超えてると思うよ、俺は。義手を手に入れた人。もちろん、そのハンディキャップをさ、よく思え、なんつうの？変な風に揶揄するわけじゃないけど。人類を超えるチャンスを手に入れてるわけじゃん。もちろん全ての人がそれを手にするわけじゃないよ。本気で望んだ人だけだと思うよ。俺にその義手をくれっていう。もちろん人よりもハンディがあるとは思ってるけど。何にだってなれると思ってる、本当に。可能性の塊だよ。いいじゃん。ちょっと豆乳作ろうかな。豆乳飲もう。くだらない質問読み上げるつもりねえから消えろ。
そうそうそう。おはよう、そこまで X さん。不能犯？不能犯？面白いんだ。不能犯。豆乳をね、ミロ、麦芽、ミロだね、麦芽豆乳。唯一の糖分だね。うまし。脳がキラキラするよ。ミロだね。栄養価バリだが、ミロうまいよ。ココアも美味しいけどね。あ、プロテインなの？ミロってタンパク質がすげえ多いから取ってるんだけど。いや俺も知らなかったわ。プロテインなんだ。いや俺もそれ初耳だわ。のんちゃんどうだった？のんちゃん連絡来ないな。帰ってくる、のんさん。いい子、のりこいい子。あー、人間が宇宙人のおもちゃだったら、おもちゃの願いは叶えたい。素敵やん。いい、いいね。それはなんかいいね。いいセリフだね。映画を作るとしたらなんか宇宙に行く映画とかもいいかもしんないね。荒廃した人類で夢がなくて忘れるんだよ。ネットばっかり発達していって夢も希望がなくて現実逃避ばっかりしてんの。その時クレイジーな貧困街の奴らが宇宙に行こうって言って、うん、で古くなったスペースシャトルを掘り返しに行くところから盗みに行くって。スペースシャトルを掘り返して盗ね、掘り起こして盗みに行くってよくない？うん、もう地球には夢がないっつって、うん、ネットなんかもううんざりだっつって、で何百年も前にね旅立った火星人に会いに行っちゃう。火星では農業に勤しんで桑持ってめっちゃ楽しいじゃんっつってねえ、ネットなんかないよって、ここにはリアルしかないよって。火星の開拓民が、
どうなんだろうね。俺は地底空間をもうちょい広げるんじゃないかなって思うかな。穴掘るんじゃない。穴を掘ると思ってるね。そう、チップを外して、名シーンだろうね。ナイフで殺される描写なんでしょ。もしくは主人公が無理やりナイフで そっからだよね、うん、関明夫がここに入れたね。あれ、体にチップ入れるの日本人であんまり聞かないよね。俺でも電脳化と擬態化の被験体にならないかって言われたらまずやるね、うん、命のリスクあるかもしれないけどやらないかって言われたらやりたいな。電脳化恋人がいて無実なんだけど逃亡の片棒を担いだ疑いで射殺されるっていうトラウマシーン欲しい。何それよくわかんないな。恋人がいて無実なんだけど逃亡の片棒を担いだ疑いで射殺される。俺多分序盤で主人公を殺すと思うよ。めっちゃくちゃかっこいい主人公を作ってなんだこいつっていうのを序盤で殺すねえって、うん、ってさせたいね。序盤で殺すと思うよ俺。超かっこいい、もう理想のみんなが求めてたヒーローを序盤で殺す、うん、できてきたね。お前じゃないのかよ主人公って。要は主人公なんかいねえぞっていう映画にしよう。どんどん展開させよう。パンパン入れ替えてこう。銀河鉄道は深いよな。銀河鉄道ってなんだろうねあれ、あの世界観。俺漫画読んでたけど機械の体ね、うん、うん、銀河鉄道39いいよね。メーテル、あのカーボーイビバップってアニメって銀河鉄道とさ、あのルパンが混ざってる感じだよね。それを音楽でかっこよくやってるっつうか、あれルパンだよ。カーボーイビバップストーリー全然なかったもんなサムライチャンプルーも見たけどカーボーイビバップの方が好きだったね。本編の方がつまんねえかな、カーボーイビバップ。あんだけ雰囲気だけのアニメもなかなかないよね。テレ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 テテン。ドゥン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 。テレ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 。
あ、インディアンの子孫入ってんだ。へえ。不老不死の体求めて旅に出たけど、命がある限りの体だからこそ感じられる何かがあるって理解する、成長するアニメだと思ってる。スリーナイン、スリーナインのなんだろうね、あの儚さ。なんか帰ってこない時間を書いてるよね、ちゃんとね。機械の体。俺は不老不死なんかなりたくねえな。しっかり年を取りたい。でもなんか、ね、その自分の中で約束があるんだよね。その自分の中にすごい理想じゃないけど、のんちゃんより長生きするっていう。俺は決めてんの。のんちゃんより長生きしようって。なんでかって言ったら、のんちゃんが悲しむから。のんちゃんは俺がいないと生きていけないの知ってるから。悲しむ方は俺でいいや、と思って。のんちゃんを悲しませたくない。おう、行ってらっしゃい、仕事。最後までのんちゃんのそばにいてあげたい。鉄郎は影の設定として多分フリークスなんだと思う。だから鉄の体に。フリークスって何、川間さん。フリークス、影の設定、何それ何それ。ちょっと面白い、深読みできるリスナーさん来たよ。フリークス、フリークスってなんだっけ。フリークスってなんだ、出てこねえな。フリークスって何、川野さん。ごめんね、俺が無知で。ちょっとなんか面白そうな展開。フリークス、どういうことなんだろう、フリークスって。あー、あー、背が低いもんね。あー、あ、だから肉体に関するコンプレックスを描いてるんだ。あー、面白い、いい読みだね、川間さん。川間さんもフリークスなんじゃない？うん。だから思い当たる部分があったりとかすんの？そういうわけじゃなくて。なんかこういう洞察ができるっていうのは、川間さんが鉄郎に思いを馳せたのはそこなんじゃないかなと思って。なんかそんな気がした。俺にはない視点だったから。あー、いい読みだね、それは。でも、あ、カウンセラーだからわかるんだ。はい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 、素晴らしい。なんかアニメをそうやって読むことができる人久々あったな。いいね。うん、面白い。なるほど。まあ、だからそのコンプレックスって実は持ってないとダメなんだよね。そのコンプレックスって、コンプレックスと立ち向かっていく姿って、やっぱトラウマとかコンプレックスと戦っていく姿って結構人生で重要なテーマだよね。どう向き合っていくかって、実は人生の鍵ってそこにあったりするんだよね。なるほど。カルマ、そう、いい言葉だね。そう、カタルシスとかさ、感動とかそういうもの、映画も全部そうなんだけど、いい言葉だな。そう、カルマを超えること、そう、業を乗り越えること、それがニルバーナなんだよね。いや、いい言葉だな。カルマ超えか。うん、そう。
自分の中に縛っている棒みたいなもの、そう、そのね、檻をどういう形かで取り払う作業なんだよね。哲郎は見出したのかもしれないね、そこに。あれはでもその社会システムのこともあると思うよ。その洗脳されてて、要はこんなに素晴らしいと田舎の男の子が思い込まされてて、こんなの俺が欲しかったもんじゃないよっていう、その真実を見つけて目の前で見て、そう、俺はこんなものに憧れてたんじゃないっていう、いい話だよね。カルマ越え。あー、西洋唯物論に対する基本も入ってる。でもね、最近ね、ちょっと話変わっちゃうかもしれないんだけど、俺ね、ニーチェの思想が結構しっくりくるんだよね。ちょっと本読もうと思ってて、ニーチェの言葉とか最近その当たってハッとされることが多くて、そのニーチェにどっぷり使ってみたいんだけど、どう？ニーチェってなんかその超人、なんか後半どうなんだろうっていうのあるんだけど、超人論だっけ。でもね、なんかね、ハッとさせられる言葉がいっぱいあって面白いなこの人と思って、オッケーな感じ。ニーチェ、ニーチェは何をした人？ちょっとね、なんかね、この人の世界観ってすごいなっていうのがあるんだよね、自分の中に。ニーチェは何を読めばいいんだろう。なんかさ、そういうて、なんつうの、そういう大学とかでちゃんと習うのは教科書に載ってるかもいいかもしれないけど、何を読めばいいんだろうっていう。この人の代表作みたいなものをちゃんと読まないとダメだよね。どっから入ればいいんだろう。おう、ザクロいらっしゃい。あ、浄土真宗に近い。ああ。ほう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 。でもその西洋哲学とその東洋哲学の融合みたいなさ、科学と東洋哲学の融合みたいなものがだんだん近づいていってるじゃん。そこが面白いなって思うんだよね。極めて突き詰めていくとこうなるのかっていう。だから仏教って逆に言ったらさ、その思いっきり文系な気がするっつうか、理系じゃないけど、で西洋人って理系なんだよね。でも突き詰めたところってやっぱ同じ世界が待ってるんじゃないかっていうさ、なんかね、そういう、あ、ニーチェはね、東洋思想にかなり傾倒してるって聞くけど、楽の追求と完璧を排除した自由さがある。あー、ちなみにカーマさんはさ、なんかこれは読むべきっていう本ある？映画でも何でも。かなり人気？琴さん。なんかね、やっぱ古典から学ぶことって大事だなって思い始めたんだよね、最近。古いものが実は新しかったりするんじゃないかっていう。神は死んだって東洋的かもね。深いよね。白熊さん、こんにちは。まあ、その神っていうのは、その堕落したさ、その、なんつうんだろう。多分カトリックを揶揄してるというかさ、そういう言葉なんだろうけど、何を読めばいいんだろう。経面上学的詩、詩、なんだ、読めねえな。実存主義。だからなんつうんだっけな、その自分のコンプレックスから来るから相手を叩くっていう人をなんて言うんだっけな。ニーチェが言ってるんだよね。そのもうアンチコメントと全く同じだと思うと。そう、自分のコンプレックスがある強い人間ほど他人を叩く傾向にあるっていう。あー、プラネテスか。宇宙のゴミ拾いの話でしょ。俺ね、漫画で買おうと思ったんだけど、全巻揃ってなくてやめちゃったんですよね。確かホリエモンも面白いって言ってるよね。あー。俺は、そうだよ。仏教って本来哲学なんだよ。
スッタニパータとかダンマパータ読んでごらん。本当にそう。真鍋さん言う通りなの。ブッダ本人、仏教って言うからおかしくなってて、ブッダ本人は哲学者なんだよ。で、詩人なの、あの人は。そこが面白い。宗教、後半が激動なんだ。読んでみよう。ニーチェの実在というものは存在しない。存在するのは解釈だけであるという言葉。だから、その、要は、アートマンのこと言ってんだよね。東洋思想でいうところの。要は、その解釈が全てだって。解釈が世の中を物語ってるってことです。ブッダ読んだ。あ、手塚治虫のブッダ。うん。まあ、有意識。だから、そう。だから、その、解釈。おい、とめばあちゃんいらっしゃい。キューちゃんボクシーは無理だよ。あの人はもう思想固まってるゴリゴリのクリスチャンだよ。俺はね、対談した時に言ったの、確信ついたの。うん。俺が言ったのは、戦争を肯定しますかって。ここなの。クリスチャンかどうか。要は、エセクリスチャンか、本物のクリスチャンか。肯定するって言ったから。神の名のもとにおいては、私は戦争も肯定するってはっきり聞いたから。あの人はだからクリスチャン。良くも悪くも。まあカリスマ派だけどね。カントまではまだ行ってないな。ちょっと俺はニーチェから入ろうと思ってるね。ニーチェ。カントか。あと、マックス・ベーバーも読んでみたいんだよな。学者の本ってどうやって読みゃいいんだろうっていう。学者。あと、その聖書をちゃんとその物語っぽく読める本ないのかなと思って。クリスチャンは戦争を肯定するんだ。イエス。人類で一番戦争を起こしたのはクリスチャンだよ。歴史を見てごらん、アリス。人類で戦争を続けてるのはほとんどがクリスチャンだよ。一番多く殺してるんだよ。そう。あのね、ヨハネじゃなくてなんだっけ。書いてあるんだよ、ちゃんと。聖書に。あのね、要はね、神の命令で、異教徒は根絶やしにせよと。女子供焼き尽くせ。すべてを残すなって、なんだっけな。要はね、クリスチャンは矛盾しない。なんでかっていう、神の命令の名においては人も殺していい。これが本来のクリスチャンの。なんだったっけな。レビ記。ヨシュア記の何章だっけな。そう。ちゃんと書いてある。ヨシュア記に。そう。どこか引用できないけど。ちゃんと書いてある。それが面白い。そう、神の、ね、命令、要はね、矛盾の宗教なんだよ。キリスト教っていうのは矛盾の宗教。神は矛盾するんだよ。すごいよな。でもこのペラペラのページにこの分量だもんな。ワニブックスの概論的、ワニブックスの読んできた本から読んだ方がいい。なに、のんちゃん結構ない。そういうのも読むの。今日もギター弾いてほしいな。一曲歌おうか。じゃあ一曲だけ。あんまり歌うと閲覧が離れるから。じゃあつばすちゃんのリクエストでちょっと一曲だけ弾こうか。ちょっと待ってね。何がいいかな。これにしようかな。ちょっと待って。論文の課題で調べたんだ。ちょっと待って。あれ？あれ？出てこないな。ちょっと待って。
一曲ぐらいいいでしょう。はっはっはっは。じゃあ行きますか。As we went to and be to beFell so far and stress under the surface. I don't know what you expected of me. Who under the pressure of walking in your shoes. ちょっと待ってね、スピードが。ちょっと待ってね。Every step that I take is another mistake to you. I become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more away. I become in this, all I want to do is be more like me and be less like you.Can't you see that you're smiling at me? Holding the tightly, afraid to lose control. Cause everything that you saw I will be. Howling apart, lying from of you. Every step that I take is another mistake to you.And every second I make means more than I can take. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I become in this, all I want to do is be more like me and be less like you. Cool, and I know I may end up fall into two, but I know you were just like me. Since this fucking day, I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more away. So much more away, become so. All I want to do is be more like me and be less like you. I want to be one true one, be to be.I want to be one true one, be to be.閲覧減りました。こんなに減る？こんなに減る？ありがとう。めっつって。ありがとう、うん。ドラム叩いてきたよこの前。うん、すげえ減ったな。4分の1減ったな。閲覧が止まらないぜ。ありがとう風船。Thank you。いいよいいよっつって、うん。曲が終わる頃に閲覧戻ってくるから。うまくなった。ありがとう。ドラマ最近ゲームでやってる？へえ。
歌はいいよね。でもね、歌はいいよ。リリンが生み出した文化の極みだよ。ケーキ食わねえよ。あ、そうなんだ。まあ相性だかんな。かっこ元お金持ちっていいね。それ必要なの、その情報。元お金持ち、何があったの。あ、止めばあちゃんに一体何があったんだろう。フォローありがとう。音楽家はカインの末裔、元というのがいいね。いろんな元があるからね。俺は元ガソリンスタンドの店員だし、元人材派遣会社の社員だし、元 IT 系社長だから。今は金持ちじゃないんだろうね、何かがあって。悲しい。俺だけどね、俺だけど、アインシュタインがメモを渡して、そのメモがとんでもない億万長者になった、億万長者っていうか、オークションで高値がついたの、とんでもない。その一言がすごいんだよ。ちょっと待って、アインシュタインのメモ、その内容が深いんだよね。HN って何なの？前のハンドルネーム。ああ、元お金、そういうことか、お金持ちっていうハンドルネームか。2億円で落札されたアインシュタインのメモが深いんだよ。何が書いてあったかっていうと、2つ書いた、2つメモが出てきて。ね。静かで節度のある生活は、絶え間ない不安に襲われながら成功を追い求めるよりも、多くの喜びをもたらしてくれる。静かで節度のある生活は、絶え間ない不安に襲われながら成功を追い求めるよりも多くの喜びをもたらしてくれる。仏教的でしょ。あともう一つね、意志のあるところに道は開ける。あのね、多分頭の中の計算式がブッダと同じ答えを出したんだよね。物理学者の天才とね、仏教の開祖ブッダと通ずるものを感じたの。俺は何かの道をね、極めようとするとやっぱ同じ答えにたどり着くっていうか、俺は震えたんですよ。俺はほら、原始仏教好きだから、ブッダの言葉大好きだから、見えてたの。そので最後にそのメモを手渡した時に、もしあなたがラッキーだったら、これはチップを受け取るよりも、あの、多くのその価値のあるものになることでしょうって予言をしたんだよね。知遇知足の概念、要は樽を知るってやつですよね。これは深いんだよね。でもその求めるね、求めていくところに道は開けるっていうかさ、この意志のあるところに道は開けるって哲学的でもあるし、それをアインシュタインが書いたっていうのがすごいよね。なんかいいよね、こういうの。それをやっぱり人に手渡すことができるアインシュタインもすごいと思う。要はこれを多分普遍的にやってたんだと思うよ。チップがない時にそんなことはできないっつって、そのあなたのサービスが良かったから渡すと、受け取らないならメモ送ってくれってみんなにやってたんだよ。でそれを大事に取ってた人がいたんだよ。仏教詳しくないけど、ブッダが神で釈迦が階層だと思った。じゃあの、まず仏教っていうものは何なのかって、ミノムシさん、あの、関心なかったあれなんだけど、ミノムシさんが思ってるものじゃないから、仏教っていうのは本当に面白いの。
俺はちなみにブディストって言って仏教者じゃないけど、何かっていうとね、ブッダが言ったのはシンプル。宗教はダメだと。宗教じゃ人は救われないと。ね。で、人間っていうのは苦しみから逃れられないと。この世にある全ては苦しみだと。一切皆苦。で、その中に宿泊苦っていうものがあると。分類をしたの、ジャンルを分けた。で、この苦しみから逃れられる方法は一個だっつと。それがニルバーナ。要は悟りって言われる。で、要は簡単に言うと、悟りを手に入れると人じゃなくなるっていう。その、目が覚めた人って意味なんだけど、ブッダ。目が開いた人。悟った人。そう。それがブッダ。だから、その厳密に言うと、ブッダが、ブッダって言うとあれだから、ゴーダマ・シッダールタイコールブッダじゃないの。で、ブッダっていうのはいっぱいいるの。そう。で、もっと言うなら仏教で面白いのがいっぱい出てくるのよ。その、すげえ奴がいると。なんか、うちの教団乗っ取られてると。弟子がどんどん取られてるし、女もなんか、すごい寝取られてると。で、ちょっと、仏教で説法してきますわ、って弟子が言ったら、お前じゃ無理だよって。あいつ悟ってるから、って。要は、ブッダが言うには、悟りっていうのは俺教えてるけど、誰でもこれさえ守っていって、ちゃんと修行したら悟れるよっていうテキストを配ってるだけなんだと。あの、悟ってるやつは悟ってるし、生まれながら。仕事を一生懸命やったりとか、いろんな悟り方があると。だから俺の教えだけじゃねえから、つって。で、神っていう存在は出てくるんだけど、仏教にも。どちらかっていうと、それは、あんまり、あれなんだよ。神が絶対じゃないの。仏教においては、ダルマって言って法則があると。宇宙に漂う法則があると。それを手に入れたら、ブッダになれる。神を超えられるっていう。剣道の無の世界は悟りの世界と同じと思ってる。違うんだよ、それが。無の世界とね、無、空論って言うんだけど、無とは違う。無と有を包括してる状態を空と言うんだよ。そう。ここでの意識は集合的無意識に近い意識だと思う。だからその、荒屋敷、マナ敷とかそういう話になってくるんだけど、今、カーマさん。の話はちょっと難しいからね。その、要はその、心の中にはデータベースがあると。あの、ガンダムでね、荒屋敷システムって出てくるから、それの元になってるんだけど、荒屋敷、マナ敷、訓住とか、いろいろ、難しい用語が出てくるんだ。簡単に言うとデータベースを持ってて、いい行いをすれば、いいデータベースが蓄積されていって、自然と良くなっていくよって。で、悪いデータベース。そのデータベースにももともと生まれ持ったものがあるから、それをカルマって言うんだけど、親からのカルマも引き継ぐしっていう。哲学なのはもう完全に哲学。だから仏教でおかしいでしょっていうことあるじゃん。例えば、なんでお葬式開くの？なんで戒名をするの？なんで呪文を唱えるの？って。面白いの。ブッダは言ってるの。呪文を唱えるな。まず仏教の核になってるお経をやってるでしょ。これを禁止してんの。多言語で話すな。相手の理解できる知的レベルに合わせて話せ。だからお経全面的にまずダメ。次。葬式やってなんで金儲けてんのって疑問あるでしょ。まずブッダはこう言ってんの。冠婚葬祭関わるなって。宗教だから。こんなことしても何にも意味ない。冠婚葬祭一切行うな。参加するなっつってんの。でもっと。じゃあ仏教っつったら仏像が有名じゃん。偶像崇拝するなって。俺の絵を描くな。仏像にするなって言ってんの。だから仏教の今日本で当たり前に行われて全部、そうだよ、全部否定してんだよ。ブッダって。そう。そう、荒屋敷っていうのは、その仏教用語だもともと。仏教のその無意識のさらに無意識みたいなものをちゃんと言語化してんの。荒屋敷、マナ敷って。法、人念、理、断り、科学的な因果論。だから縁起の縁は深いですよね。因果論の集合体を書いてるの。原因と結果の法則の関連性を書いてるの。縁っていうのは。上位概念なの。俺大好きなんだよ、仏教。仏教フリークの。でも、その学派がいっぱいあるから、論争になるのよ。例えば、大乗と上座部。まあ、俺は、その、少女仏教って言い方嫌いなんだけど。そう。
もともとどう違うかっていうと、もともと原始仏教があって、上座部仏教があって、大乗仏教ができたの。で、みんなが知ってる三蔵法師が天竺っていうところに行く。天竺っていうところに行って、すごい教えをもらいに行く話ってあるでしょ？悟空、猪八戒、沙悟浄。ね。これは天竺っていうのはインドのことなの。インドが一番学問が栄えてたから。で、持ち帰ろうとしたものは何なのか、天竺に行って。これは仏教なの。要は簡単に言うと、三蔵法師は何のために旅してたかっていうと、インドに行って修行して仏教を持って帰る話なの。面白いでしょ？で、その時初めて仏教を持って帰るのに中国は成功するの。ね。それが、なんだ。あの話なのね。で、今度、その時、簡約化するの。言語を。それで出てきたのがお経なの。この時に、だいぶ間違える。で、ここが一番難しいんだけど、仏教は花開くんだよ。中国で。その時に、道教と儒教の思想がかなり入り込むの。もともと道教、儒教の国だから。そこに仏教思想を取り入れるの。それが仏教でしょ。で、日本が、ね、聖徳太子の時、遣唐使とか遣隋使って言って派遣するんだよ。その時持って帰った中国産の仏教を日本は取り入れてるの。だから順番が逆なの。うん。そう。どっかでねじれたのかっていうのは、日本の仏教はもともと道教、儒教が入ってる中国の教えを取ってんの。俺が好きなのはメイドイン、インダスだよ。インドですよ。メイドイン、インドの。現地の。本当はネパールとかなんだけど。北インドの方ね。そう。その時のブッダ本人が言った思想っていうのはめちゃめちゃ面白い。哲学なんだよ、本当に。例えば、広角機動隊にこういう一節が出てくる。うん。孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく、林の中の象のように。これは、独身男性に送ってる言葉なの。うん。またね、密教っていうのも、その派生が違くて、先祖返りをするんだよ。大乗仏教が栄えていくんだけど、理論ばっかりやって体系化されて、すごい完成度は上がっていくの。どん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 。だけど、また密教とか禅とか先祖返りしていって、それを持って帰ってくるんだよね。チベット仏教は、その仏教の中でかなり古いんだけど、梵教っていうのと結びついてるの。だから輪廻転生の思想をかなり色濃く残してる。それは梵教の影響だ。だからチベット仏教は歴史がすごい、今現存する中で最も古いって言われてんだけど、オリジナルの仏教に梵教が入ってるから。だから、もっとオリジナルとは言えないんだよね。だからダライラマつって輪廻転生の世界を信じてるわけだから。難しいんだよね。はい、おかえり。仏教はおすすめですよ。頭がいい人はいつか出会うと思う。死ぬこと生きることに悩んでたりとか、世の中の矛盾とか、そういうものにぶち当たってる人はいつか出会うと思ってる。すごい知的な学問だよ。うん。面白い仏教は。ね、はっきり言ってね、ブッダってうつ病なんだよ。本当に。超頭がいい仏。いや、すごくシンプルだから。仏教は、本当にシンプルだよ。難しくない、全然。面白いエピソードがいっぱいある。うん、ほらほら系。うん。本来はお坊さんがちゃんとそういう話しないといけないんだと思うんだけどな。大災害に遭うと形あるものを無常さに気づいて仏教に惹かれる。俺はね、面白いなと思うのが、諸行無常だと。要は常に移ろいでいくって言葉。まあ、聞いたことあるでしょ？諸行無常って。万物、この宇宙にある万物の物事は全て移ろいでいく。要は永遠ってものはないと。固執した一個のものっていうのはないんだっていう考え方なのね。全部変化していく。で、震災であなたが大事に思ってた町も諸行無常で滅んだと。うん、亡くなったと。跡形もなく。で、あなたは今苦しみに打ちひしがれてると。でも大丈夫って。あなたの心もまた諸行無常だからって、うん。これが仏教なんだよ。苦しみもまた永遠に続かないですよって。だから今は苦しんでいいんだよ。
亡くなった人、亡くなった町、思い出、うん、臨床心理学の分野で最も本が売れていた河合隼雄先生もユング派を名乗りながら中身はほぼ仏教だった。はあ。うん。面白いですよね。のんちゃんおかえり。どうだった？あて。お。10日頃何？手術。おお、できるって。うん、ああ、よかったよかった。うん。時間が解決するっていうことなんだけど、要は、その、あなたの苦しみも永遠ではないですよっていう。そう。だからそこに固執することが苦しみを生んでるんだと。そう。要はね、欲に対する否定なの、徹底的な。仏教っていうのは欲に対する徹底的な否定で固執することへの否定なの。それが欲を生んで苦しみを生むからっていう順番なのね。変化するってことは手放すってことですよね。要はね、その仏教はさっきも言ったけど法則を受け入れるって考えるのね。要は普遍的なものはあるはずだと。で、その要は永遠に町が存続するわけないでしょっていうことと、あなたの心も変わるんですよって。ただあなたが変えたくない苦しみに固執するって、そこはまたさらなる苦しみを生むって。うん、うん、固執の解除、変化、成長、解決。うん、そう。要は固執することへの徹底的な、固執するっていうのは欲から来てると。でその欲が苦しみを生んでると。そう、さっきのだからね、簡単に言うとアインシュタインが言ったことと一緒なのよ。つましい生活をしていると小さな幸せが来ると。ただその成功成功成功って何かに欲にまみれているとあなたは不幸になると。そう。だからそのアインシュタインが言ったことと仏教に通ずるものがあるっていう話はそこなんだよ。すごい面白かった。ただその物理学を極めた人と哲学を極めたブッダが同じ答えを出したっていう。素晴らしいね、ファミマさん。素晴らしい悟りかもね、それは。あ、すごい言葉じゃない？ありのままの自分や自然を受け入れることって。素晴らしいと思うよ。そうだと思うよ。そう。すごいね。この短い会話の中で、すごい賢いね。すごいね。そう、ヒンドゥー教と混ざって、あのね、ヒンドゥー教と混ざってるんだ。あの、もともとはバラモン教だから。どういう順番かっていうと、ヒンドゥー教があったの。で、ヒンドゥー教の否定をした人がブッダなの、実は時系列的に。で、インドの中でバラモン教、あ、じゃあ、バラモン教があったと。バラモン教の核になってる教義を否定した人が仏教なの。で、ブッダがバラモン教を滅ぼすの。だけど、リバイバル運動が起こって、元バラモン教徒がバラモン教をベースに仏教を取り入れてできたのがヒンドゥー教の。面白いでしょ？無職の引きこもりの自分を受け入れて悟りを開きます。無職の引きこもりの自分を受け入れて。ブッダはね、ボンボン中のボンボン。王子様だから。ピッパサナー。そう、ヒンドゥー教の、あのね、だから、輪廻転生とかの概念って出てくるのは、実はヒンドゥー教徒に対して論破をしてるだけなんだよ。仏教だって、古事記っていうのが、だって仏教用語だから。古事記の概念って仏教用語なんだよ。そう。原点も何も仏教から生まれた言葉だから。古事記っていうのは。古事記の意味を知らないですかってんだよ。原点だと思ってるんじゃなくて原点なんだよ。古事記って仏教用語だよ。調べてみようか。古事記、仏教、いきますよ。はい、古事記、
本来は仏教用語で骨敷きと読む。ね、書いてあるでしょ？骨敷きと読むと。僧侶が自分の色心かな、物質的な体を維持するために人に乞うこと、仏教用語で、上の意味が転じて路上などで物乞いをする行為になっちゃった。卓発が、だから卓発は古事記じゃないよ、古事記は古事記でしょ、日本のその文献のことね。そう、古事記はだから仏教用語、もともと。こうちゃんは脱つ。面白いよね。でもいい線ついたよな。それを直感で分かったの。仏教は古事記が原点だと思ってるって。すごい直感力だよね。語源を知らなくてそこにたどり着いたんだよ。僕は川間さん、子供の頃から実はそのいろんな疑問がある子供だったんですよ。お父さんとかお母さんとか社会に対してなぜこうなの、なぜこうなの、なぜこうなのっていう子供で、でまともに答えてくれる人が親父だけだったんですよ。これはこうなんだよ、こうなんだよって。要はその俺がアスペルガーっていう病気を抱えてるの多分関係があると思うんだけど、納得のいく答えを集める癖があるんですよ。で例えばその色覚の話あるじゃないですか、仏教でいうところの。要は子供の頃にそれを説明してたの。もう気づいてて。要は俺らが見てる黒っていうのは言語スリットだよねっていう、言語スリットって言葉を知らなかったけど、黒は黒じゃないじゃんってお母さんにいくら説明しても分かってもらえない。お母さんが生まれて黒でしょって、黒いものじゃあこれを見て茶色だ、茶色でしょ、どっから見ても。でもお母さんは本当は赤く見えてるんだと。でも茶色っていう言葉を与えられたらお母さんは赤に見えてても茶色って言うでしょって。で俺が見えてる茶色っていうのは生まれた時茶色でしょって。で同じ言葉で同じものを見てるから違う色、あ、なんつうの、見え方は違っているはずなのに言語っていうのはその正しく伝われないよね、体感は別だよねっていう話をいくら説明してもお母さんは分かってくれなかったんですよ。でこの子やばいみたいな顔してんのね。だけどそれを俺はいろんなところ、まあ、こういう疑問をいっぱい抱えていて、社会に対する、でそれを納得して説明してくれたのが仏教の色覚だったんですよ。わかります？そう、なんでなんでだと、要は自分の中の説得力のある言葉の謎解きゲームみたいな。誰が俺を説得することんだって。そう、同じこと思ってた、こぼちん。これは仏教の色覚っていうの。要はさっき言った感受の問題と受信機関の問題と心の問題とって全部実は用語が違うだけですごい技術体系化されてんの。それはやばいって思うでしょ、何言ってんのこの子でしょ。そう、要はなんでかっていうと俺外人さんの目が青かったり緑色だったりするでしょ、全く同じものが見えてるわけがないと思ったの。まず疑問点は外人の目を見た時に全く別の色をしてる目なのに見え方が一緒なわけないと。ただなんでレッドで通ずるのかっていうのは言葉の問題だっていう。ああなんだろう、そうね。っていう、まあそういうのもあるし、例えば時間は存在しないとか今でも自分の中にあるんだけど、そのそういう小さな小さな疑問とかってすごく大事なことで、それを解決してくれる人がいっぱいいるんだよね。でもそれはその俺の知識レベルは高くないから、 IQ が高くないからその納得できないっていうか理解ができないこととかもいっぱいある。そう、そう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 、見え方が一緒でも同じ共通言語っていう、だからね、だから数学が生まれたって話になってくるんだよ今度。面白いの。これに気づいた天才が数学を生み出したんだと俺は思ってるの。簡単に言うよ。
光の数値が何ベクトル何とか何とかでって。要は簡単に言ったらいいや。これ、一杯の豆乳だったじゃん。一杯の豆乳。でも、人によっては小さい一杯なのか、大きな一杯なのか、L サイズなんか M サイズなんか、一杯っていうのは人がイメージするコップの量にして変わるでしょ。一杯、これ言語スリットが生まれてる。だけど、何リッターの豆乳って。わかる？ここで統一化されるの。数学って実は俺は第二の言語だと思ってんの。矛盾がない。だから世界中の人と共通で話せる。言語に限界が生まれたから数学を生み出したんだっていうのが俺の考察なの。わかりる？不登校という言葉や概念がない時代にはやや休みがちな子にしかいなかったから。あー。おっすおっす、ゴーツーいらっしゃい。ヒットマンさんお疲れっす。人は物体そのものを見てないんだね。光が物質に当たって反射して光を見るから見方が違うという人がいる。目をつぶってまぶたの上から軽く押し当てると白黒の渦が見えてくる。その先に何か見えるか探求した子供の頃、面白いよね。そうだから数式っていうのは矛盾がなくて、その数学自体を理解できると共通の世界の物差しを統一する作業になる。だから言語を超えてるんだよね、実は。俺の中ではだよ。わかんないよ。これ俺の主観で話してるから、科学的にソースどこにあんのって話じゃないから。そう。言語の次に生み出した、さらに、なんつうんだろう、徹底した言語っていうのかな。具体的な言語。物質として色があるんだら見え方違くても共通認識できるでしょ。だからそれが言語なんだって。共通認識をするために与えられた名称というのは言語。だから言語には限界がある。言語っていうのは揺らぎの世界がある。要はね、人のイメージ、それは。要は心で受信したり、イメージの世界、早期イメージが違う。言語には。そう。それを具体化する作業には数字が必要なの。物差しが必要だってこと。あのね、俺ね、パイ、それ数学も好きなんだよ、実は。俺ね、みんな、俺の感動が伝わるかどうかわかんないけど、パイって無限に続きますよって教えてもらうでしょ ?3.141552 ってさ、6443かな、わかんないけど、そう、無限に続くんだよ。そうすると、俺は1985年5月21日生まれだから、1985-0521 っていう、俺の単純な生年月日っていうデータがあるわけじゃん。1985-0521。これ、3.141552-6377っていう無限に続いていく中で絶対この羅列あるんだよ。わかる？この凄さがわかる？つまり、全宇宙情報が π の中に詰め込まれてるんだよ。世界で一番美しい数字と言われた π の中に、この宇宙、そう。この宇宙の中に全て詰め込まれてると思うと、π はもしかしたら、その万物の法則かもとかさ、素数とかいろいろあるの。この摩訶不思議な世界っていうか。これって面白い。みんなの個人情報も入ってるんだよ、π の中に。ただどこにあるかわかんないけど。無限に続いていくわけだから絶対あるんだよ。これってすごいよね。なんか俺はそこにロマンを感じるの。π って何なんだ？円周率って何なんだって。ジョディ・フォスター主演のコンタクトって映画で宇宙人から素数でメッセージ送られてくる。素数はドキュメンタリーなんか見て、 YouTube で。素数ドキュメンタリーって。めちゃくちゃ面白いから、素数階段とか。素数が今素粒子とぶつかってるんだよ。めちゃくちゃ面白い。素数は熱いよ。で、素数に取り憑かれた天才科学者。でもさ、なんだっけ、エニグマっていう解読をした天才数学者がいるんだけど、それも取り憑かれて頭パッパラパンになっちゃうの。素数に取り憑かれた天才たちはみんな頭不幸になるの。頭が爆発して。素数って何ですか？素数は素数だわ。え？わかんねえ。
そもそも無限で何？あのね、そもそもそこは仏教ですよ。要はね、何無限、実無限と、何無限って言ったっけな？無限には2種類あるの。なんだっけな、実無限、無限って2つあるんだよ。なんだっけな、実無限と、なんだっけ、誰か知らない？実無限となんだっけ、2つあるんだよ、実は。これは多分、コボチンの言ってる無限なんだよ。そう。無限は2つあるの。うん、素数と素チンは不幸になる。うん、うん、10分ぐらい我慢してたけどやっぱダメだわ。佐野も言ってたけど返しが全部普通なんだって、才能ないと思うよ。じゃあね、じゃあね。出た、佐野信者。佐野が全部悪い。出た、佐野信者。これさ、ちゃんまんのサブアカなんじゃないの？これさ、ちゃんまんのサブアカでしょ、これ。こうやってブランディングしてんでしょ、10年間ぐらいコツコツ。あの、サブアカで、やっぱ佐野はすげえなーって。これサブアカでしょ、ちゃんまんの。まあね、仏教のね、話とかね、素数の話とかついてこれないんだよ、佐野のリスナーは。自演でしょ、これ。佐野にヘイト集める巧妙な誘導。うん、まあ、全部佐野が悪い。万物の法則だからね。配信会で起こる全てのことは佐野が悪い。俺もうニコ生のコメントで何回聞いても好きだもんね。全部佐野が悪い。うん、自演だったら可愛い。でも10年間やったら本物だよね。 N イコール佐野。N イコール佐野っていいね。それ流行らせようよ。N イコール佐野。なんかかっこいいね。もっとなんかかっこいい数式に置き換えたいね。難解な数式でね。最後そうなるような数式。そうそう。N イコール佐野ってなんかいいね。佐野理論。佐野方程式。そうそうそう。自分のルート5をかける3分の2最終的に。そうだね。いや、万物は佐野に行き着くんだ。サイン、コサイン、佐野。あれね、ちゃんまんのさ、料理の動画見たことある？俺、あれ大好きなんだよね。ちゃんまんの、あの、あのトマトの動画見たことある？トマトで検索、トマト、トマト、何だったっけな、誰か放送動画持ってない、ちゃんま動画が多すぎるからな。初見さんいらっしゃい。なんだっけな、なんで検索すればいいんだろう。包丁かな。包丁だとね、殺害予告出てきちゃうしね。包丁で殺害予告出てきちゃった。なんで検索。しめそばを塩漬け、砂糖漬けしてた。もう天才だよな、あの人。だってさ、俺さ、もうこの時点ですごいと思うんだけどさ、見てみんな。うな包丁って検索するとさ、3480件の動画が出てくるんだよ。これがまずすごくない？そう、うなちゃんまんの料理でトマトでも検索したんだけど出てこなくて、うな包丁ってやったらさ、
3480件の動画が出てくるんだよ。で、包丁、俺がたどり着きたい動画が出てこなくて、包丁何回出してんだよ、この人っていうさ。包丁トマトまでいる。包丁トマトかな。すげえな、トマト。いやー、すごいよね。これかな、チャンマンの研ぎ方講座。いや、すっげえ面白いんだよ。なんかゲルゲに愚痴ってて、最初。いや、俺はもう、変な話、料理がもし、みんなの中にも、ちょっと俺も料理やってみようかなとか、例えばね、俺のこういう料理を。もう面白いかね。いやいやいや、俺もちょっとやってみようかなって思う人もいると思うんだよ。もう面白いかね。そうでしょ？いると思うよ、俺は。いや、俺もちょっとやってみようかな、みたいな。楽しそうだな、みたいな。そしたら絶対、少なくとも鋼の包丁だけは使った方がいい。でね、そっからなんですよ。切れる包丁使うじゃん。だけど延々に切れるわけじゃないね。今度は研ぐこともやらなきゃな。もうずるいよ。違う、これじゃないんだよ。この動画じゃないんだよな。どれなんだろう。あのね、うなちゃんマンがトマトを切るんだけど、それがね、最高に面白いんだよな。どうだったっけな。出てこないな。なんかね、もう面白い動画がありすぎてずるいんだよ、この人。あ、そうなんだ。青山歌舞伎町来んの？おー、いいね、いいね。企画が近いからかな。なんだろうね。全力で面白いかんな。トマトの動画なんて検索したら出てくる？達彦、あれ。あれ最高に面白いよね。そう。トマトが切れない包丁、実は国宝級。うん。じゃあ、あのね、まあ、俺が再現しようか。いや、お前、ゲルゲ、お前、また変な研ぎ方したら、お前、トマト切れねえじゃねえかよ、おい。つって、トマトを潰すのね。なんかトマトが全然切れないの。おい、なんだこれよ。つったら、今度クッキングシーンが出てきて、料理人の、トマトは、こっち側から切らないとダメですよ、つって、繊維が潰れちゃうんで、こっち側からは絶対切らないでくださいね、っていう動画が出て、で、今度何だったっけな。次の動画みたいなので、全部反対のことをやってくの、うなちゃんまが。で、全部ゲルゲのせいにするっていう、すごい動画なんだよね。うん、あ、普通に流されてた。ゆきのちゃんいらっしゃい。いや、すごい。マッシュトマトってなった。マッシュトマトって面白いな。うん。じゃあ、なんかね、もうね、なんつうんだろう。包丁でやっちゃいけないことを全部やるっていう。その、なんだっけ。なんかあった。パルパも一緒にいんだ。いや、全部ゲルゲのせいにするんだけど、ただシャンマンが道具を使いこなせてないんだけなんだよね。それがめちゃめちゃ面白いんだよね。包丁の背で切ろうとしてたんじゃなくて、トマトをその皮がついてる方から潰していく。なんつうんだろう、そのヘタを取ってる方から切ってください。そんなんわかるじゃん、普通の人でも。でもどんどんブチュブチュ潰していって、切れねえ切れねえっつって、この包丁いい包丁っつって愚痴るんだよね。で、全部研ぎ方が悪いとか、ゲルゲがこうしたああしたとか言って、全部ゲルゲのせいにするの。それがめちゃくちゃ面白いんだよね。うなちゃんマン料理トマト、あ、ありがとう。うなちゃんマン、ちょっと待って、料理トマト、あれが大好きなんだよ俺。トマト盛り冷やし中華。出てこないんだけど。出てこないよ。出てこないよ。あった。これかな。ちょっと待って。ちょっと待って、見てみるわ。
これだ、これっぽい、これっぽい、ちょっと見てみよう。これっぽい、これっぽい、これっぽい、これっぽいな。ちょっと待ってね。これっぽいな。ちょっと待って、これかな、これかな。ちょっと待って、これっぽいな。見てみようか。これかもしんない。俺が求めてる動画はこれかもしれないから、ちょっと待ってね、いくよ。止めて。なんだこれ、なんだこれかな。このところだけ。あ、いいよ、これ、これでいい。いや、これ、これ違くないかな、これじゃないかな、これじゃないかも。これ見てみようか、ずっと。と、こんなに包丁いる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。この料理にこの包丁の量いる？ちょっと待って、トマトとかさ、キノコとかさ、こんなに包丁いる？こんな種類いる？こんなに。この食材で、この、これすごいな。準備万端じゃん、もう。もう面白いかな、この動画じゃないんだけど。いやーすごい。いや、道具から入る、道具から完璧に入って道具で終わるんだ。ほら、お前めっちゃこれで跳ねて熱いだよ。いやー面白いな、ほんとに。何やっても面白いかな、ずりーよ、ほんとに。これじゃない、この動画じゃない、この動画じゃない。俺が求めてんのはこれじゃないね。そう、包丁のチョイス間違えてん。ガシャンガシャン言ってるな。包丁の選択おかしいよね。切れてないよね、これ。あ、面白い、本当に。君たちは椎茸洗うんだ。洗うわ。おめえら松茸も洗う口だな。いや、椎茸洗いますよ。そんなに何でも洗え洗えとかさ。ね、清潔ぶってるくせにてめえらゴミ屋敷に住んでんだよ。バカだが。いや、洗うから。ゴミ屋敷、ゴミ屋敷。分かってんのかよ。面白いね。ずるいわ、この人は、本当に。面白いよな。なんか入れてるよ。嘘でしょ。なんでバターで炒めた後に油を入れたの、どういうこと。いや、バター入れてたんだよ、2回も。その後に油を投入したんだけど。どういうこと？キャスバーやってないでしょ？いや、サラダ油入れてたよ。バター焦げちゃった。おー。俳優入れたよね、今。
すげえな。来たか。トマト。来た。これこれこれか。あれ切れたの。腰終わったかな。あ、来た来た。まで。何分で移動したの。いいね、トマト切るだけで面白いから。これ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 こいつ使ったね、これ。ここ3日前に研いだもん。これ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 。バカや。潰れちゃった。あ、面白い、もう。いや、どっちか。面白いわ。もう天才だよ、ほんとに。これの、その、プロの料理人比較動画みたいなのがあったんだけど、これはだから素材だね。これを編集してあるやつがめちゃめちゃ面白いの。この後、プロの、はい、それでは今からトマトを切りましょう、みたいなのがあんの。それがめちゃめちゃ面白いんだよ。はぁ、ずるいわ。もう天才。もうだってもうずるいよ。トマト切るだけでこんな面白くなる人いないもん。ずるいよ。配信やってて嫌になるよ。シャンマンがいると。何話しても面白いんだから。ああ、笑った。腹痛い。うん。いや、使ってないしね。大好き、もう、シャンマン。大好きだよ。ほんと。天才だよ、ほんとに。配信をやるために生まれてきたんだと思うよ、ほんとに。配信者になるために生まれてきた男でしょ。ずるいよ。こんなの。こんな面白いことできないもん。計算じゃないんだよな。すげえよな。いや、世の中には天才がいるんだよ。狙ってないの、そう。いや、天然だよ、本当に。一切狙ってない。一切狙ってない、受けなんか。全部なんつうの。もう、全部、生ですよ。いやそうよな。なんであんなことができるんだろう。いろん、もうこんなの、だって何個もあるんだよ、こんな動画が。普通に料理配信で笑い取れる人いる？いやー、究極っつうか、いや、究極だよ。完成形だよね。佐野に始まり、佐野に終わるんだよな。チャーハン作ってるだけで面白い。面白いね。もう何やっても面白いんだよ、もう。N だよ。N これもいい。お、これもいい。ちょっと待ってね、ちょっと見てみようか。もうだって顔見ただけでフってなっちゃうもんね。顔見ただけで今吹き出しそうになっちゃったよ。さすがに失礼だから止めたけど、フって言っちゃったよ俺。いや、見てみますか。いや、もう完璧だよね。今お寿司握ったのかな。お、お寿司いいね。うん、これ前の時来られへんかって。それ知ってるからね。ネタがいいの入った時だけね。シャンマン寿司も握れるんだ。おほらほら、そんなど素人だから。うん、いや、でもなかなか握れないよね。岩ちゃん、パパッとね。1、2、3、4、5、6、7か。え？かっこいいな。スペシャル来ちゃったよ。いいね。いいですか？いいよ。え、タダで食えるのこれ？仕事してるの？料金取るよ。分かってますよ。つけてくださいよ。
だけど超リーズナブル、は超リーズナブル、安い、俺の趣味だ、安いんだ、いくらだろう、写メ撮りたくなる方では、ないわけねえじゃねえか、なんで5000トンだよ、こんなもんだよ、なんで普通はそうでしょ、俺はちゃんとしたプロがやる寿司屋さんですよ、うん、いやだってネタはサーモン、シマアジ、ボタンに、貝に、カンブリに、ネギトロに、ヒラメの縁側だから、いやもうその時点で今日これでいきます、いやうまそうじゃん、うまそうだよね、ああいや美味しそうでしょ、これいくらで取ってもらっていいですか、お寿司美味しそう、これ俺が今逃げたんだ、お寿司屋さんのお寿司みたい、意外でいいだろ、だからこれをいくらで、いくら払ったらいいですか、500円、俺だったら1,2,3,4,5,6,7 600円、700円、2100円、以下300円、え780円、だからこれをいくらで、いくら払ったらいいですか、これ俺だったら1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
はい、まさき。あ、ある？あ、いや、これ醤油だけの方。そうそう。強気だな。一貫300円平均で。強気。男子21。強気だな。いや、安いやろ。いや、なあ。おしぼりください。あありがとう。また来るね。あよ。これ握って、絶対握ってないよね。行くよ。みんな2分34秒の絶対握ってないよこれ。それ知ってるからね。ネタがいいの入った時だけね。この動作で握ってる素振りないよね。これ絶対握ってないでしょ。ほらほらそんなど素人だ。あカットされてんのかな。1,2,3,4,5,6,7 あダメだもう。ダメだもう勝てない勝てない勝てる要素が一つもない配信者として。いやーでもリスナーさんも乗っかるからね、振りを続けるからね。5000円でしょみたいな。なんだろうね。いや俺ねちゃんまんって本当に本当にこれ揶揄するとかそういうことじゃなくて本当に憧れるんだよね。なんかね楽しそうちゃんまんの人生。最近寂しそう。最近ちょっと寂しそうだけどね。いやもう何やっても面白いんだもん。だって周りにいる？何やっても笑い取れる人っている？何やっても笑い取れるんだよ。すごいよ本当に。あカルンごめんね、花火ありがとう。スルーしちゃってごめん。花火ありがとうございます。いやーなんだろうな。いやもうねこの業界からすると天才なんだよ本当に。本当にちゃんまんがやることが配信界の正解なの。正解以外の何者でもないんだよね。何なんだろうこのジャンル。俺お笑い芸人の中でもこんな人っていなかったと思うんだよ。誰かいる？そのちゃんまんのモデルになってる人と。俺強いて言うなら本当に冗談抜きで俺矢沢永吉に近いと思ってるよ。長渕剛、矢沢永吉、佐野智則みたいな。これ冗談じゃなくて狙ってないよね。天才だから。そうマイケル・ジャクソンとかそういうジャンルだと思うんだよ佐野智則って。長嶋茂雄とかだから全部スーパースターだよね。長嶋茂雄、矢沢永吉、マイケル・ジャクソン、長渕剛、佐野智則みたいな。何なんだろうこれ。何なんだろうね。不思議な世界観持ってるよな。ロックなのかな。ロックなのかな。
なんか音楽っぽいジャンルだよね、なんかそのなんなんだろうこの世界観、すげえ憧れるんだよな、かっこいいよな。あーでもちゃんまんいなかったら俺この世界入ってないかんね。やっつけるとかはしないけど、俺ちょっとかっこ悪いなと思ったよね。本気が、そう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 、そういう本気が面白いみたいな、そういうジャンルだよね。そう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 、本気でやるけど面白いっていうか、そう全力なんだよ、すごい全部が本気で取り組んでて、でそこの本気が行き過ぎちゃってめくれる面白さみたいなさ、だからなんだろう、その自分の発言が全部ブーメランで返ってくる人って見たことがないから、なんだろうね、ブーメランを投げ続けて地球の反対側からブーメランが飛び続ける人生っていうかさすごいよね、なんか新品同様の靴を見せて使ってないだろうと突っ込まれて、俺歩き方が綺麗だからかかとから着地しないと早くも名言俺かかとから着地しないすごいな。あ、のんちゃん後ろにいるの今、うん、後ろで見てるな、うん、常に背後から襲われる、すごいよね。ゆいがさんはねちょっとジャンルが違うんだよな、ちょっと違うんだよね、ゆいがさんは、ゆいがさんはなん、どういう世界観だろうな。ゆいがさんはね、正しく言うと似てるようで違うんだよね。でも本気だよ、ね、うん、似てるんだけどね、ちょっと違うんだよね、やっぱり。ゆいがさんのはなんか、向きになるところ、向きになった瞬間、なんかすっげえ面白くなるんだよな、なんか。でも、ほら、金梅さんの留置所に面会に行った時に、便所太郎さんが言ってたのが、うなちゃんマンとゆいがさんは、音がなくても面白いっつってたね。サイレントでも、ずーっと首が、こういう風に首が動くんだって、この二人は。だから、すごいんだって。映像で見てても面白いっていうか、この二人はなんかトカゲみたいになんか首がすごい動くよねっていう話で盛り上がった。そう。で、言われてみたら確かにすごいんだよ。シャンマンとユイガさんって首がずっと。で、そう。新しい見方を教えてもらったよね。さすが元プロリスだよね、便所さんは。だから留置場で一人で笑ってたからね。トカゲみてえだなっつって。あれ面白かったな。それをその便所さんがニヤニヤしてんのが面白かった、俺は留置場で。ヒカルくんと俺はその説明を受けてたんだけど。見ろよっつって。面白いだろって。はい、みたいな。なあ。奥が深い配信会話。チャーハン料理、もうお腹いっぱいだ、ありがとう、もうお腹いっぱいだ。いや、金梅さんなんか出頭したらしいよ、出頭したって聞いた、あ、もしよかったらね、無料の焼き芋アイテム、もし配る人がいなかったらください、無料焼き芋アイテムお願いします、無料の延長チケット、ゲットできるんで、延長1回50円かかるんでよろしくお願いします。やっぱ長時間配信だとね、毎月数万円かかっちゃうんですよ。
あのただでね支援できるんでよろしくお願いします。今日土曜日か。焼き芋アイテムありがとう。マッチはどうなんだろうね。マッチが4本、芋が4本。落ち葉が欲しいかな。あ、でもマッチとかもいただきたいですね。よろしくです。いやー、面白いなー。あ、ありがとう、ありがとう。今日見れてよかった、マツさん。ね、ゆきのちゃん最近ね、来れなかったからね。バカありがとう。あざーす。バカザイス。面白い動画が多すぎるかな。うん、また来てね、デワさん、真鍋さん。また来て。もしよかったらフォローして。YouTube も動画にあるから。もしよかったら YouTube もチャンネル登録してください。あー腹いて、うん、あーそうだ、明日にガンホルダー買いに行かないと。俺明日あれじゃん、鮫島さんとトレーニングだ。フォローありがとう。さつまいもありがとう。もしよかったら落ち葉持ってる人落ち葉ください。あーありがとうね、たくさん。あ、OK です。延長チケット上限に達しました。ありがとうございます。ありがとう。明日サバゲーですよ、ついにデビュー。やーべえ、ドキドキすんな。待ち待ったサバゲーだかんな。明日鮫島さんとやってくるよ。行くぜ、俺のベレッタ。ガスも買わねえとな。ガスと、ありがとうね、 P90 とね、ベレッタ、これが俺の武器。これのあの腰に入れるガン、なんつうんだっけ、買うの、ガンホルダー、ホルスターか、ホルスター買わないと、うん、これあの鮫島さんとやるんですよ、サバイバルゲームを配信の企画で。今チームジョーズっていうサブリーダーなんですよ僕。それ用に買ったんです。買いに行こう。また買ってねえのかって怒られちゃうかんね。お前サブリーダーやる気あんのかよって。配信はするかどうかわかんないね。あの俺らのチームじゃなくて、そのお世話になっ、鮫島さんがお世話になってるチームにあの勉強させてもらうって感じ。今回は要は俺の研修みたいな感じなの。その元々あるチームにお世話になって勉強してもらう。でノウハウを学んで、その俺らが持ち帰って配信にどうやって活かせるかっていう。だからまだ研修みたいな感じ。だから俺らが貸し切ってる場じゃないから、その学ばせてもらう感じだから配信ないかもしんない。ただその後帰ってくるとき東京まで送ってくれるんだって鮫島さんが。その時にあのシューティングレンジって言って、その的を打つ練習も行くから、その時は配信できるかもしれない。ねえ、アメリカ人ね、クビになっちゃいましたって言ってたよ。いや買えばいいのにね、うん、鮫島さんがね結構詰めるんだよね、その早く揃えろっつってガンガンに詰めるから、うん、早めに買っといてよかったねこれは早めに買ったから怒られないで済んでる。でもガンホルダーこれ買わないと怒られちゃう、うん、でも配信でサバイバルゲームは合うと思うよ、うん、待っててね。24時間の大会に出たりとか貸し切りでリスナーさん参加でやるから、
リーダー怖え、鬼軍曹だから、うん、これかっこいいよな。重いんだよ本当に。実銃に近いんだろうなこの重さは。PX4 カスタム、うん、イタリアのベレッタっていう。あ、そうなんだ、小島グランプリに出るんだ、うん、いいね。でなんか飯とかもそこで調達して食うみたいな、なんかよくわかんないけど本当サバイバルやるらしいよ。バッテリー持つのかね、大丈夫かね。ありがとう、こぼちん花火ありがとう、いってらっしゃい、アイテムありがとうございます、ありがとう。まあね、結構あの企画もどんどん出ていくからみんなよろしくね、うん、ありがとう、いってらっしゃい、気をつけてね。俺も眠くなってきた。のんちゃんチャーシュー作ってくれんの今日、うん、ありがとう。ご飯あげてきた、あげてきた、あげてきた。のんちゃんいるよ、うん、おお、アメリカ人お疲れ。アメリカ人やろうよ、俺言うから、俺サブリーダーだからちゃんと揃え、うん、やろうよアメリカ。実はね、アメリカ人に言わなかったけど、あの前からアメリカ人アメリカ人って言ったんだよ鮫島さん、あいつを誘う、あいつを誘うって。だから思い入れが強いからああなっちゃったんだって。おお、ヒットマン、この前、新宿駅、あれでしょ？なんだっけ？あの、なんだっけ？店言っていいよ。なんだっけ？ベガスベガスでしょ？エヴァンゲリオンコーナーでしょ？いや、今日もこれから行こうかな、みたいな。ベガスベガスでしょ？ヒットマンさん。花火ありがとう。いたいた。だってこんなの俺しかいないでしょ？この格好でしょ？真ん中の台でしょ、エヴァンゲリオンの。除隊されたので買ってないので装備はさすがに今から間に合わないです。いやいや、違う違う違う、買って言ったら可愛がってくれるんだよ。お前分かってねえな。言うから、俺が。買っとくんだよ、ハンドガンを。で、俺が言うから、サメさんって、アメリカ人も買ってますよって。うん、やろうよ、みんなで楽しいぜ、うん、アメリカ人もアメリカ人で経営者だから論理的な思考すっかんな、うん、そっくりさん、いやまんまこのまんまでしょ、うん、まんまこのまんまでしょ、うん、ね、ヒットマンさんもいたの、何言ってたの。ベガスベガス回るんだよ、オープンしたてだからかな、うん、今日も今から行くかもしれない、越後屋行った後、越後屋でガンホルダー買った後に。アメリカ人いたら楽しいんだけどな、まあいいか。今日は無理なの、分かってる分かってるよ、うん、
うん、大丈夫大丈夫。今日買えってことじゃなくて、明日のことじゃなくて、今後のことよ。絶対買ったら、あれお前どうしたってなるから。アマゾンの中古でもいいんだよ。そう。アピっていこう。先輩、気難しいから、リーダーは。マルハンは行かない。俺は日新宿の方とかばっかり。ね、今後、ね、誘うから俺が。リーダー気難しいから。それサブリーダーの役割だから。前からアメジン誘うんだって言ってたの。で、俺から声かけますっつったら、いや、俺から行くっつって。お気に入りなんだよ、アメジンは。サメジュアンさん、アメリカ人誘いたがってたの。だから企画本気だからさ。じゃあ俺もそろそろガンホルダー買いに行くわ。うん。じゃあみんなお疲れ様でーす。おやすみー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。